運んでまいりました。ストークです。セガレいじり続きからやっていきます。では前回いろいろ生まれたんですけど、セガレなんかいじってないで早く寝なさい。なんですけど、まだ行ける場所が増えないんですよね。なんかな、ここも行けないんですよね。放課後、スマの隙間、美女と野獣、普通にやってみよう。見てんじゃねえよ、お前が見てんだよ。一本、うん、うのつき一本。うのつき、一本、うん、うめ、一本中、一本、一本一尻のつゆ、一本一うのつき。書いてみた。ろくなのが出てこない。あんた。激辛水族館。激辛。え、そっち？辛いよ。そうがあるのかい？お、できた。運動会の髪に生まれた。早朝深夜族。早朝深夜族。徹夜明けだぜ。運動会初めて。何に出るんだっけ？1万メートルハードルです。1万メートルハードルです。1万メートルって何リットル？それは単位が違うよ。単位って何？これだよ。それ単位、単位じゃねえかよ。なんか違うかな。いいのいいのいいの、どうでもいいよ。お疲れが山に生まれた。あれいけんのんだよな、あの山。まだ何が出るんだっけ。1リットル水泳です。僕らヤンキーの水泳選手。1リットル水泳、うん、泳げないよな。な。次は100キロ競争です。100キロ競争です。よーい。100キログラム。笑えないよ。おお、できた。爆笑が空に舞えた。この話、産毛のちゃん、見た、産毛のアン。だんだん大人になるの。鋼のちゃん、いや、赤毛の、赤毛のなん、なんかカレー食いたい。生まれねえじゃねえかよ。あ、爆笑が出た。8時だね。それだけかーい。待って、こっち行けんのかな。いや、こっちよな。お、こっち行けるじゃん。山。お疲れ。初めて。疲れてきたね。どうしよう。とりあえず、地面に、
めり込む。とりあえず地面にめり込む。くー、たまんねー。あ、いいもの見つけた。模様替えが山に生まれた。月を見て木にチョップする。月を見て木にチョップする。月を見て木にチョップする。いたたたた、見てもらおう。占い店が空に生まれた。ゆっくりと空気に寄りかかる。ゆっくりと空気に寄りかかる。朝、昼、夕方、夜、よっこいしょと。温泉ってハゲにも効果あるかな。露天風呂が空に生まれた。あとこれやって終了ですな。回復。せがれは薬一気に飲んだ。なんでこれ。九段のヘモグロビンが回復した。せがれはお腹いっぱいになりました。はい、じゃあ戻るか、お家。ただいま。せがれ頑張ったわね。潜り物をあげましょう。今度は顔かい。潜り物マイマイを手に入れた。ゴー。ママありがとう。進む。海への襖が生まれたよ。はい、ではですね、今回はここまで。次回はこの続きの内容を届けてまいります。ゲーム実況はストークでした。バイバイ。この通り動画チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。